CNC ターニングセンター三菱電気製 CNC 操作画面コンピュータ数値制御または CNC は機械工作において工具の移動量や移動速度などをコンピュータによって数値で制御することである同一の加工手順の繰り返しや複雑な形状の加工を得意としており今日では多くの工作機械で採用されている カナダドル CAM プログラムと連携することで設計段階から製造までの高度な自動化が可能となっている。カナダドル CAM プログラムが生成したファイルを特定工作機械の操作に必要なコマンド列に変換し CNC 工作機械にロードして製造を行う。日本では n c 1 0やマシニングセンターを中心として加工手順の記述に G コードと呼ばれる一種のプログラム言語を用いるのが主流となっている。数値制御の登場によって作業者の熟練度に依存せずに同じ品質の製品を大量に生産することや自動運転による連続運転が実現するようになったが作業指示の入力方法は紙テープやパンチカードであり以下のような問題点を抱えていた。そこで 加工パスを数値情報に置き換え、それを NC 機械に入力して工具を動作させる方法が考え出された。NC の研究は1947年にマサチューセッツ工科大学のサーボ機構研究所で始まり、1952年には NC フライス版が開発され基礎研究が始まった。その後、コンピュータ技術の進歩に伴って徐々に 既存の NC 機械から CNC 機械へと発展していった。今では CNC ではない NC 工作機械はほとんど存在しない。しかし、製造の現場では CNC という表現はあまり用いられず、CNC 加工、CNC 機械についても NC 加工、NC 機械と表現されることが多い。初期の CNC 装置は、 数値情報を入力しても結果の事前確認ができず、旧来の NC 工作機械と同様に、発泡スチロールなどのダミーを用意したり、工具先にペンを取り付けて加工パスを描かせることで、結果を確認していた。しかしながら、曲線、曲面といった複雑な形状を数値で定義できたことにより、加工に対する自由度は、格段に向上した。 コンピュータ上での画像処理技術が向上するにつれ、工作機械に外部のディスプレイを接続したり、本体にディスプレイを備える機械が登場し、事前に加工情報の確認が行えるようになっていた。コンピュータ支援設計が進歩するにつれ、カナダドルで作成された製品データをもとに、NC 機械の加工情報を作成する、コンピュータ支援製造も発達し、 工作機械から遠く離れたコンピュータの画面上で加工情報の作成や確認が行えるようになった。また、工作機械の進歩に伴い、複雑な三次元形状の高精度な加工が高速で行えるようになった。カナダドル、CAM との連携、複雑な三次元加工を実現する工作機械の登場により、CNC の適用範囲はさらに拡大することとなった。 特に、高精度かつ複雑な加工が実現できるようになるに、連れ、金型やジグといった量産品ではない一品一様に、近い白物の製造に多く適用されている。1952年に始まった MIT でのプロジェクトでは、試験的部品を作るコマンド列の多くは、人間が手でプログラミングし、入力として使う紙テープを生成していた。そこで、 ジョン・ラニアンは、ワール・ウィンドを使って、コンピュータ制御で、工作機械用紙テープを作るための各種サブルーチンを作成した。利用者が一連の点と速度を入力すると、プログラムによって紙テープが生成される。これにより、紙テープ作成と部品加工までを含めた作業にかかる時間は8時間から15分へと削減された。これに基づき、 空軍に対して数値制御等の汎用プログラミング言語開発の提案をし、それが1956年6月に受理された。同年9月、ダグラス・ロスラはテント線をベースとして工作機械を制御する言語の概要を完成させ、その後数年かけて a p t という言語を開発した。1957年、 アメリカ航空宇宙工業会とライトパターソン空軍基地の空軍兵隊軍団は MIT と共同で完全コンピュータ制御の NC システムのための標準策定を行った。1959年2月25日、3社共同でその成果を発表し、その席で記者たちに CNC 工作機械で作ったアルミニウム製の灰皿を配布した。同じ頃、 ゼネラルエレクトリックのパトリック・ハンラッティはギディングスルイスマシンツール仕様のニューメリコードを使って同様の開発を行っていた。彼が開発した言語プロントは1958年にリリースされ APT と競合することになった。ハンラッティはその後小切手などで使われている直インク文字認識を開発し、さらに後には ゼネラルモーターズに移り DAC-1 という有名なカナダドルシステムを開発した。APT はすぐに 2DAPT2 に拡張され曲線を使えるようになった。そのリリース後、MIT は CNC よりもカナダドルに研究の重点を置くようになった。APT の開発はサンディエゴのアヤに継承され、1962年には イリノイ工科大学に受け継がれた APT をウサシ X3.47 として国際標準にする作業が1963年に始まったが CNC 工作機械のメーカーはそれぞれ独自の拡張を行っていたため標準化は1968年までかかり基本システムに25の追加オプション機能を付随させることになった APT がリリースされた1960年代初期頃、トランジスタを使った第2世代のコンピュータが登場し、製造現場においてもさらに大量の情報を処理、できるようになっていった。CNC 工作機械のコストは1960年代半ばには非常に低減されたため、航空機メーカーのコンピュータ時間の3分の1は、APT の実行で占められるようになった。 MIT のサーボ気候研究所が最初の NC 工作機械を開発していた一方で1953年 MIT の機械工学科は製図の授業を必修科目から外した。製図を教えていた講師らはデザイン部門に移籍しそこでコンピュータによる設計についての議論が始まった。同じ頃サーボ機構研究所を解消した電子システム研究所では 設計図を紙に書くことが将来どうなるのかが議論されていた。1959年1月、電子システム研究所と機械工学科のデザイン部門の間で非公式の会合が行われた。4月と5月には公式の会議が開催され、コンピューター、エーデッドデザインプロジェクトの立ち上げが決まった。1959年12月、 空軍は1年間の契約でこのプロジェクトに22万3000ドルを資金提供し、そのうち2万800ドルは1時間200ドルのコンピュータ利用104時間分に充てられた。この野心的プログラムは1年程度では完成せず、1965年3月、技術計算システム AED がリリースされた。1959年、ゼネラルモーターズは各デザイン部門が生み出す。 多数のデザインスケッチをデジタイズし、記録し、印刷するという実験的プロジェクトを開始した。基本概念はうまく機能することが判明したため、GM は IBM と共に製品版を開発する DAC-1 プロジェクトを開始した。DAC プロジェクトには2次元の設計図を3次元モデルに直接変換し、その3次元モデルを APT のコマンド列に変換して CNC 工作機械で部品を切り出すという目標もあった。1963年11月、トランクの蓋の設計を初めて2次元の紙から3次元のプロトタイプに移行した。最初のスケッチ以外は設計から生産まですべてコンピュータ化された。その頃、MIT のリンカーン研究所ではトランジスタを 全面的に使ったコンピュータを構築するプロジェクトが行われていた。最終目標はワールウィンドウをトランジスタ化した TX-2 だが回路設計の評価のため小型版の TX-0 を最初に制作した。TX-2 の制作が始まると TX-0 は自由に使えるようになりグラフィックスを表示できるブラウン管のディスプレイと 対話型入力機能を使って様々な実験が行われた。その後の開発をアイバン・サザランドが行い TX-2 乗のスケチャパッドとして結実した。サザランドはスケチャパッドを完成させるとユタ大学に移ったが MIT の大学院生らはこれに触発されて世界初の真のカナダドルシステムエレクトロニックドラフティングマシンを開発した。 EDM は、コントロールデータコーポレーションが買い取り、デジグラフィックスの名で発売。ロッキードはこれを使って C-5 ギャラクシーの部品を設計した。初期のカナダドル、CNC 製造システムの一例である。1970年までに CD、CDC や IBM といった、大企業以外にインターグラフアプリコンコンピュータービジョン。 アグスといったカナダドル企業がいくつも誕生している。ミニコンピュータの登場と普及により、コンピュータ利用コストは1960年代に劇的に低下した。最終的にサーボ機構でモーターを制御するよりも、コンピュータプログラムで制御した方が安くつくようになった。工作機械に小型コンピュータを専用に接続することで、工程全体を行えるようになった。 PDP-8 やノバといったコンピュータがそうした用途でよく使われた。1970年代にはマイクロプロセッサが登場しさらに実装コストが下がっていった。今日の CMC 工作機械は何らかのマイクロプロセッサを必ず使用している。CMC 工作機械の低価格化は産業界を一変させた。曲線でも 直線でも自由自在に切断でき、複雑な形状でも容易に製造できるようになり、製造にあたって人手を介する必要のある部分も減っていった。CNC を使った製造工程の自動化部分が増えるにつれ、品質も向上していった。1970年代初期、西側経済の成長速度が鈍って、労働賃金が上昇したため、CNC が さらに広まるようになった。アメリカでは低コストの CNC システムの需要にメーカーがなかなか応えられず、その隙間をドイツのメーカーが埋めることになった。1979年、ドイツのメーカーの販売額がアメリカのメーカーをしのぐようになった。1980年代にも同様のサイクルが繰り返され、日本のメーカーが主位になった。 販売額上位10社のチャートを見てみると、1971年にはアメリカの企業が独占していたが、1987年にはシンシナティミリクランが8位となっている以外は日本のメーカーが占めていた。多くの研究者は、1970年代初めの景気悪化で低価格 CNC システムの需要が増した時、アメリカのメーカーは、 ハイエンドの開発に集中していたために競争力を低下させたとみている。高収益な航空機産業に的を絞ったアメリカのメーカーとは異なり、ドイツと日本のメーカーは当初から低収益な産業をターゲットとしていたため、容易にその市場に参入することができた。データ記憶媒体の主流は紙テープからそれ以外に移行したが、CNC システムでは 紙テープが比較的よく使われ続けている。これは既存の紙テープの資産を別のフォーマットに置き換えるよりも紙テープリーダーを装置に接続する方が簡単だったためである。工作機設置雰囲気が交流し、溶剤踏み機、工事場、高電圧などであったため、それらに侵されにくいテープ形式が主流たり得た事情もある。ただし紙ではなく、 もっと耐久性のあるポリエステルのフィルムを使ったテープが主流となった。フロッピーディスク USB メモリランなどもデータ入力手段として使われている。CNC が普及すると APT のようにライセンス問題のない新たな標準が必要とされるようになった。そこでプロッタで使用されていたマークアップ言語などをベースとした標準がいくつか登場した。 そのうちガーバーサイエンティフィックのプロッタで使われていた G コードが特に広く普及していった。このファイルフォーマットは非常に一般化したためエア規格となった。また工作機械メーカーは G コード以外の独自のプログラミング方法を開発しているところもある。最近ではパラメトリックプログラミングと呼ばれる論理コマンドをサポートする CNC インタプリタも登場している。 パラメトリックプログラムには、装置制御コマンドと同時にベーシック風の制御言語が、含まれている。IF 文、ループ、サブルーチン、各種算術演算、変数などが使え、プログラムの自由度が向上している。売上では、ファナックが、世界主位である。最近の CNC 工作機械も1952年に、MIT で開発されたものと、基本的には変わっていない。 台が X 軸および Y 軸方向に動き、工具部分が Z 軸方向に動く。工具の位置は位置精度を高めるために、モーターに原則歯車をつけた装置で駆動されるか、最近ではステッピングモーターによる直接駆動である。制御装置の進化とともに、工作機械も進化してきた。例えば安全性を高めるため、 機械全体を大きな箱で覆うようになってきた。最近の CNC システムの多くは完全電子制御になっている。CNC は一連の動きと操作で記述できる22の工程で使われている。例えば、レーザー切断、溶接、摩擦角半接合、超音波溶接、プラズマ切断、曲げ加工、減らし彫り加工など様々な場面で利用されている。近年では、 小型の c n c が開発されている。これは特にアメリカ国立標準技術研究所の MC プロジェクトの寄与するところが大きい。MC は Linux 上で動作するパブリックドメインのソフトウェアであり、パーソナルコンピュータ上でも使える。ミ i s t のプロジェクト終了後も MC2 を中心として開発が継続されており、GPL 及び LGPL でライセンスされている。 元々の MC ソフトウェアをベースとして商用の PC 向けソフトウェアも販売され DIY 的 CNC の開発に使用してオープンソースハードウェア設計を使った趣味の CNC 工作機械の自作が行われている同じ基本アーキテクチャを使いシャーラインやタイグといった企業が小型軽量の CNC 工作機械を発売してきた PC を使用した CNC には ターボクンクやキロカム、マッハ3、マッハ4等がある。これらを産業用ではない通常の電波障害や誘導障害への対策が十分ではない PEC で CNC 装置として使用する場合にはアーク溶接や放電加工機等からの高周波雑音によって誤作動する可能性があるので使用時には注意が必要である。百九十六年十二月に ローランド DG から 3D プロッタモードラモデル MDX-3 が発売され1997年に 3D スキャナーのピクザモデルピクス -3 が発売されたことにより数値制御工作機械での加工 3D データの座標入力の敷居が大幅に下がったことで一部の愛好家の間で部品類の製造に用いられモデルグラフィックスや モデルカーズの紙面でも取り上げられた。二足歩行ロボットの製作がブームになるのと相前後して既存のフライス版、旋盤を改造して CNC 制御を行う試みが流行しインターネット上で様々な情報が発信されるようになった。フリーあるいは廉価な PC 用の CNC ソフトウェアとサーボモーター及び制御基板等を既存の工作機械に取り付けることで CNC 化を行うものであり、加工範囲や能力は限られるものの極めて廉価で、CNC 工作機械を調達することが可能になったことから、ロボット製作者や工作少年等を中心としたブームとなっている。北朝鮮の電子楽団に、突破せよ、最先端をという曲がある。歌詞に CNC の名が出ており、全体を通して CNC による、経済、 工業のさらなる飛躍を歌っている。ありがとうございます。